この人、なんだか見慣れない服装だな。あなたは？え、ああ、俺はキリト。キリト。私はレオナ。少し遠いところ？迷子。確かに覚えてるのはこの名前と、元の世界では歌？へえ、レオ。うん。でもこの世界に来る旋律は覚えてる。でも曲の名前はスカーレット。どこかと。はあ、あの、そんな、いいの？いいよ。俺も突然この世界で目覚めて、何もわからない時、今の親友に助けたから、君のことも手助けしたくてさ。そんなことない、ありがとう。でも歌詞を思い出すってどうすれば？そうだよね、赤い花。それが歌に出てくる。うん。血のように赤くて、少し悲しいけど。なるほど。でも俺、花とか詳しくないん。あの花と同じ赤い髪の女の子、彼女ならわからないけど。赤い髪？わかったよ。ちょうど赤い髪の女の子なら俺の友達にいるんだ。それじゃあお願い。なあメディナ、突然で悪いんだけど、赤い花って知ってるか？赤い花？もちろん知っている。何百種類とあるからな。え、それがどうした？いや、赤い花を見たいっていう人がいてさ、その人に、うん、俺たちと年の近い女の人で、彼女は記憶を失ったベクタの迷子で、元の世界で歌っていた曲の歌詞を思い出したくて、その手がかりが赤い。なるほど、それは大変だな。要約するとキリトはその女。ああ、そうなるな。ふむ。一体何を一人で葛藤している？あ、葛藤などしていない。勘違いも甚だしいぞ。私はどうすれば彼女の。まったく。ちなみに彼女が求めている花にはどんな特徴があるんだ？そうだな、血のように赤のか。なるほど。どうし、何百種類もある赤い花、その中で最も血のような。決めた。それをその困っている女の人にと。いいのか？しばらくしたら戻ってくる。取ってきたぞ。ありがとう。リコリスの花、血のような赤が印象的だ。お前の話と合うと思ったのだが、どうだろうか。この色と見た目、なんだかこの花、レオナさんの言っていた花の印象にぴったりだ。そうなのか。ああ、綺麗で少し悲しい花だとも言っていたんだ。うむ、そうだな。私もそう。いや、その人はレオナさんという。私も歌うたいの。もちろんだよ。それじゃあ一緒に来てくれ。
キリと。歌うたいのレオナさんとはあなたか。あ、そうそう、俺の友達のメディナが赤い花を取ってきてくれたんだよ。本当？ありがとう、メディ。うん、ああ、あなたが困っているとキリトから。レオナさん、これはリコリスって花なんだけど、どうかな？うん、とっても綺麗な花。あ、悲しい思い出に。ああ、とても素敵な歌声だ。今、歌詞の一部を思い、この花を見てると、ちょ、私はどこか別の世界で。あ、そうか、それがレオナさん。うん、レオナさんはすごいなんて。あ、それから二人とも。え、うむ、構わない。それじゃあ俺も。ありがとう。歌詞を少し思い出せたのは二人のおかげ。あの、何？ちょっと二人だけで話したいことがある。悪い。おい、どうしたんだよメディナ。先ほどの歌の感想など。うん、ではキリト、レオナをしばし借りるぞ。ちょっと。もう二人とも話は終わった。彼女は素敵な歌歌いだ。記憶が完全ではないそうだが、とても感動してしまったぞ。いいな。それからレオナはセントリアの猫巡りにも付き合っ。猫巡り。メディナがお気に入りの猫がいる場所を教えてくれた。ああ、それ、うん、そうだ、二人ともこの世界では一人ぼっちでちょっと寒い。あ、もちろんいいよ。私もだ、レオナ。あれ、シノンじゃないか。どこか。おい、シノン。あら、キリトじゃない。何してるんだ？ちょっと弓の試し打ちにね。そうなのか。もし邪魔じゃなければ俺もついていっていいか？ええ、ついてくるのはいいけど。ああ、大丈夫だよ。久しぶりにシノンの射撃を見たくなったんだ。そう？じゃあ。すごいな、百発百中じゃないか。多少は練習したし、これくらい普通よ。だけどやっぱりこのアンダーワールドは他の仮想世界と少し感覚が違うわね。確かに、特に弓は難しそうだな。コツが必要なのは間違いないわ。でももうそのコツを掴んだみたいじゃないか。あら、忘れたのかしら。私は狙撃手よ。そういえばそうだったな。シノンはすでにこの世界の。ただまだ改善の余地はあるけどね。だからこうして練習をしている。これまでいろいろな仮想世界でシノンの射撃を見てきたけど、銃にしても弓にしても一つの武器を極めるというよりも遠距離射撃そのものの才能がある。何よ、今日はやけに褒めてくれるわね。ミカ、そんなんじゃないさ、純粋にそう思ってるから言っただけで。そう？じゃあ、ありがとう。ああ、シノンほどの腕があればデュソルバートともいい勝負なんじゃないか。今、なんて？え？だから、シノンだったらデュソルバートの弓とも張り、うんうん、そりゃ強いさ。ユージオと二人がかりでやっと倒せたほどだからな。1対1だったら負けていたかもしれないし、弓使いとしては。へえ、誰よりも。果たして本当にそうかしら。デュソルバートさんと私、どっちの弓が手ご。え、どっちが強いか。どうやら負けず嫌いのシノンに火をつけてしまったようだ。判断してくれるわよ。あ、行くわ。
それでどうだったかしら、私とデュソルバートさん。どっ、うん、やっぱりシノンが一番かな。本当に？ああ、多分。多分って何よ。それにディソルバートと戦った時とは状況が違うし。まあいいわ、変に気を使われるのも面白くないし、そもそも誰が見ても一番って分かるくらい私が強くなればいいだけの話だものね。シノン、どうしてそこまで強くなろうとするんだ。どうし、あんたどうせこれからもまた無茶するじゃない。だから私が強くなってその負担を減らしてあげるのよ。遠距離攻撃ができる人員がいれば今後の戦いも有利に進められるかもしれないでしょ。そのためにも弓と相性のいいアカウントを選んだんだから。俺の負担を減らすためだったのか。初めて出会った時からあんたは無茶ばかりだったでしょ。この世界でも暴れ回っているんだろうなって容易に察しがついたわ。毎度毎度ご迷惑をおかけします。いいのよ、もう慣れたから。さてこうして無事に会えたんだから何か話しましょう。積もる話もあるだろうから。そうだな、こうしていると初めてシノンと会った時の SAO の頃のことね。あんたには何度メディキュボイドを使ってのカウンセリング中に SAO へと入ってしまった時はすごく混乱したけど、あの世界であんたやアスナと出会えてよかったわ。こっちこそ、今ではシノンが後方支援をしてくれるから感謝すべきなのは私の方よ。どれだけみんなに助けられたか。あの状況で SAO に入ってしまったのは今思い返せばむしろ幸運だったかもしれないわ。メディキュボイドを使用したのはもともと過去のトラウマを治すためだったけど、結局キリトやアスナたちと出会えたことによって私は過去を乗り越えることができた。時間がかかっちゃったけどな。俺たちがシノンの苦悩に気づけたのはオリジンの中でだしさ。それにオリジンでシンカーのことに注意を払っていたらデスガン事件をもっと早い段階で止められたかもしれない。キリトに責任はないわ。結局あなたは GGO で危険を払って事件を解決したんだから。問題はデスガン事件の際にジョニー・ブラックを逃がしたことね。そのせいでキリトは襲撃されて今回の事態が起こったんだから。それこそシノンには責任なんて。ジョニー・ブラックとの因縁は SAO から続く俺個人の問題。きっかけはそうだとしても私たちがこの世界に来た時点で、だからもう一人で抱え。弓と相性のいいアカウントって言っていたけど、どんな能力が設定されているんだ。ハイレベルアカウントには様々な。私のはその一つで、ラースのスタッフはハンターと呼んでいたわ。アンダーワールドにもカリウドという。で、それを戦闘向けに動物カテゴリーの相手に対して気づかれずに接。シノンの後方支援にますます磨きがかかるな。シノンの射撃を見られただけで十分。分かったわ。俺はデート。いや。冗談。シノンの冗談は分かりにくいんだよ。それは良かったわ。もちろんだ。いつね、そうさせてもらうわ。よう、アリス。こんにちは。そうだ、少し時間はありますか。あ、稽古か。あ、キリト君、ここにいたんだ。探したよ。アスナ。こんにちは、アスナ。こんにちは、アリスさん。ええ、一緒にお昼をと。でしたら日を改めてください。
キリトはこれから。アリス、そんな挑発しなくて。もうお昼なのに。キリト君はお腹空いてると思うけどな。アスナまで。二人で話していても仕方ありません。ここは本人に決めてもらいましょう。確かにそうね。キリト君、お昼と稽古。稽古でお腹をす。ダメでしょうか。まあいいでしょう。アスナの件にも多少の興味があります。食事は稽古の後でも遅くはないしね。キリト君が言うならそうしましょう。どうしてこんなことに。ようこそ、見事な剣さばきです。手合わせありがとうございました。こちらこそありがとう。次はアスナの番だな。うん、アスナ。キリト君、少し動き変わった？ずっと一緒にいたけど、今のは見たこと。この世界に来てから本物の剣士と戦ってたからな。そっか、また強くなったんだね。ええ、キリトの戦いぶりは素晴らしいもの。今のキリトについていけるのは聖豪騎士である私くらいでしょう。まあどれだけ強くなっても平気かな。キリト君と私はずっと一緒に戦ってきたんだし。そうでしょうか。あなたとキリトのこれまでを疑う気はありませんが、見たところあなたの剣には重さが足りません。それではキリトの負担が増えるばかりではないのですか。それを言ったらあなただって手数が足りないように見えるわ。そのようなことはありません。剣の一振りが強力であれば、どの、そしてそれは誰かと協力する場合でも同じことです。そうかしら。私は正確さ、そして手数こそ汎用性が高い。支援も攻撃もどちらも可能だもの。この両立が二人組の時には欠かせないと思うけど。手数手数と言いますが、それは技の多さで。な、それはどういう意味かしら。第一、私の一撃は軽めでも。ほう、そうきましたか。では先ほどあった、あなたが私の件について言った聞き捨てならない発言を訂正したいと思います。言わせてもらいますが、私の技でも支援は可能ですよ。それでいて攻撃精度と正確さには自信。二人とも。こうなったらキリト君に決めてもらいましょう。キリト君ならより正しい。確かにそうですね、キリト。俺、バランス。バランス。それは結局手数が少なくて一撃が重い技、それとも一撃は軽いけど。キリト君はどちらがいいと思っているの。均衡を取れと言われましても、無駄な手数を増やして一撃。無駄。私だって妙に一撃を重くして攻撃の幅が狭まるのは良くないと思うな。ダメだ、全く相入れる気配がない。そうだ、そろそろ何か食べに行かないか。二人ともお腹空いただろ。はあ、確かに。もういいでしょう、稽古は終わりにして食。だからなんでこんなことになってるんだよ。さて二人とも、何か食べたいものはあるか。そうね、せっかくだから私が何か作ってあげるよ。うわ、本当か。アスナの手料理はうまいからな、楽しみだ。そうなのですか。それではお手並み拝見といきましょう。ふーん、じゃあアリスさんは料理もできるのね。いい機会だし食べさせてもらえないかしら。ええ、喜んで。ですが私もあなたの実力を知りたい。ここは一つ料理対決ということでいかがでしょう。いいわ、受けて立とうじゃない。それではキリト、審査員をお願いします。料理が終わるまで待っててね。
おい、二人とも行ってしまった。お待たせしました。お待たせ、キリ。ありがとう、二人とも。あ、すごっ。アスナ、繊細な料理の数々であろうことは認めますが、アリスさんこそ一品のみの豪快さは見栄えするけれど、一辺倒の味じゃ途中で飽きちゃう。ほほう、飽きられる。そういった細々とした。なんですって。かなり言いづらいんだけど。どういった意味でしょう。そうね、見栄えはいいけど、工程としてお肉の塊。なんですって。これは歴としたお料理です。第一、肉の塊を焼いて何が悪いのですか。きちんとネストと。やっぱりお肉の塊を焼いただけじゃない。肉が柔らかくなるよう神聖術でかなり調整を行っています。まあ二人ともそれでは、キリト、どうぞ召し上がってください。その後どっちの料理の方が美味しかったか感想を聞かせて。わかった、わかったから。ごちそうさまでした。どっちの料理も美味し。そのような感想は求めていません。それでどっちの方が美味しかったの。いや、それは、うん、どっちも最高かな。うん。曖昧な感想は求めていないと言ったでしょ。そうだよ、キリト君、君がはっきりしなきゃ勝敗はつかないんだから。そう言われましても。いいえ、キリトに決めてもらわずとも、もっと分かり。言われてみればそうだわ。もうそうする他にないに。ちょっと待ってくれ、二人ともどこに。決まっているでしょう。やっぱりお互い剣士なんですもの。最後は剣で決着をつけるしかないわ。そ、俺が煮え切らなかったせいで二人は。遠慮はいらないわ。お互い全力でいきましょう。もちろんそのつもりです。それでは始めましょうか。待ってくれ、二人とも。邪魔しないでください。これは私たち二人の戦いなの。いくらキリト君でも止められない。いや、俺は二人を止めに来た。二人のどちらが優れているか決めたんだ。キリト君。キリト、俺が選ぶのはやっぱり。待って。え、なんていうか、ほら、そんなに急いで決めること。ええ、そう、その通りです。決して自分が選ばれなかった未来を想像したわけではありません。あ、そう、その通りよ。それに私もアリスさんもキリト。いつの間にか力比べになってしまっていました。どっち、うん、むしろ二人とも強いことを喜ぶべきだよね、キリト。ごめんなさい、アスナ。目先のことにとらわれ、大切な仲間に剣を向ける。うん、こちらこそごめんなさい。あなたとは協力しなきゃいけなかったのにね。よかった。なんだかお腹空いてきちゃった。アリスさん、お昼にしない。言われてみれば私たちは何も食べていませんね。どこに行きましょうか。私はパイの気分かな。この間食べた果物のパイがとても美味しかったのよ。パイですか。稽古の後ですし、私はもっと。しっかりとか。今は私こそ甘いものだけでは済ませられません。あの、お二人とも喧嘩はやめ。そうだ、キリト君。え、俺はお腹いっぱいだから。キリトは食べる必要はあります。こんなことなら無理やりにでも決断しておく。先日聖豪騎士から魔獣の発生情報の提供があり、俺を含む対策本部のメンバー数人で話し合うことになった。そろそろ時間では。騎士長もいらっしゃると伺いましたが。
それが朝から閣下の姿が見ベルクーリさんって最近よく遠出してる気がするけど大方見当はついていますが遅れてすまねえなお待ちしておりました閣下悪いな旗の山脈で暗黒騎士どもの暗黒騎士はおそらく一筋縄ではいかない相手だベルクーリさんの実力は聖号騎士の中でも断やはりダークテリトリーに向かっておられたのですね近頃はほとんど閣下ばかりが果ての山脈に私たちにももっと山脈での任務を命じてん俺は単に肩慣らしのために山脈に行ってるだけだぜ凍結されてた間に鈍った体をさっさと元に戻さねえとおそれより会議を始めようぜなるほど火山で発生した魔獣ですかああ飛竜で別件の討伐に向かったやつが帰りに見たらしいが山岳の東にある溶岩地帯と西の中腹あたりで確認されているただ魔獣の数が半端なかったようだな一人じゃ太刀打ちできなかったみてえだ山の麓には人村があってな魔獣が侵入する前に全て倒してカラントを切り発生を根本から断つ必要があるってわけだそれで俺が討伐隊に入る必要があったってわけかああそういうことだなるほどそれではカラントを探すためにも二手に分かれた方が良さそうですねどのように分かれましょう俺とキリトが溶岩地帯に向かうファナティオとジョーちゃんは中腹に向かって魔獣を討伐してくれ承知しましたではもしカラントが西の地帯で見つかればご報告に参りますああ頼んだぜどうしたいや口に出すまいとは思ってたんだけどめちゃくちゃ熱くないかお前さんもそう思ってたか溶岩の付近は一気に気温が高くなるからななるほどだから俺たちでここに来たってわけかん？どういうことだアリスとヴァナティオじゃこの気温の中戦うのは体力的に厳しい。いや、ジョーちゃんもファナティオも体力的に問題はない。単に目的？一体何だ？温泉だ。え？温泉？そうだ。100年ぐらい前にこの山へ来たことがあってよ。その魔獣とカラントを切った後、帰りに温泉に寄れりゃ一石二鳥だろ？まあこの辺りを探してもカラントがなけりゃファナティオたちと合流することになるがなまさか温泉に入りたいからこっちの道を選んだのか温泉が近くにあるってのに入りもせずに帰るのは情けねえ話だろなんだかそこが知れない力を持つ騎士長様かと思えばそれにしても暑いな体が内側から熱されていく感じという暑さにやられて天命が持たないって暑さには特別強くないけど俺は若いから十分知ってるぜなんせそれが原因であの少年に負けそうだユージはベルクーリさんとの天命の差にかけて相打ちを狙い一矢報いることに成功したんだったユージは頭脳派だからなどうやれば強靭な騎士長に勝てるかを考え抜いたんだろうあの少年の戦い方には終始驚かされっぱなしだったぜさしずめ少年の師匠はお前さんってとこかキリトそうだけど何度かお前さんの戦い方を見せてもらった剣技を極めるだけでなくあらゆる方法を視野に入れて立ち回るお前さんとあの少年の戦い方はそっくりだってな
随分といい弟子を育てた。正確には友情が勝手に育ってくれたんだ。おお、そいつは楽しみだな。あれは、どうやらヤッコさんのお出ま。炎を吐く竜、溶岩から炎の神聖力を取り込んでいるっていうの。どうやらそのようだな。しかも絡んだ周りを魔獣が取り囲んでいる。まずは魔獣を倒す方が先か。それに自信がないなんて勇気じゃねえだろうな。まさかどう攻めるかを考えてただけさ。そいつは頼もしいこった。んじゃ行くぜ少年。ああ、そっちこそ。よし、それじゃあファナティオたちに伝えに行くか。なあベルクーリさん、そのん、なんだドラゴン。いややっぱり質問を変える。ずいぶんと鋭いじゃねえか少年。あんたこそなんてことはねえよ。100年前、そんで今と同じように奴らはこの溶岩地帯で、俺は奴らを根絶やしにしちまったガラントが入る理由が生の執着なら、ここ。なるほど、最初から計算づくでここを目指したってわけだな。嘘はついてねえよ、温泉はあるし。なんというか、いや、さっきその人気で使った技について聞かせ。お前さんはこの技をどういう。そうだな、一見すれば連続技だが、その実は差し詰め、数秒先の未来を切る剣ってところか。正解だ。この剣の名は次戦剣。こいつはもともとセントラルカセドラルの壁に備え付けられてた時計。なるほど、時計がリソースとなった。ああ、今じゃ時継げの鐘が音で時間を知らせてるが、大昔はその何でも世界が生まれた時から存在したっつう代物でよ。最高さ、未来を切る技。それは剣を振るった瞬間に発生した威力を時間。技の原理は連続技に近い、そう言いたげだな。ああ、連続技が連続するのは攻撃の時間だが、連続技の一撃の威力は
単発技に勝ることはできない。それに比べベルクーリさんの技は単発技で時を穿つ、つまり単発技の攻撃力と連続技の命中力を両立させることができる。察しがいいな。俺は聖豪騎士の任についてから間もない頃、敗因はただ一つ、暗黒騎士は連続剣、そんで足りねえ頭をひねって考え出したのがこの完全支配術だ。どこが足りない頭だよ。未来を切られて勝てるやつなんてどこにもいないさ。もっとお前さんの相棒な。そうだったな。あの少年は俺が切った未来とは別の未来を予測して動いた。だがもし次に立ち会いをする機会がありゃ今度は負けねえ。優勝に伝えておくよ。再戦はゴリゴリだって言うかもしれないけどな。そういえば溶岩の近くに温泉があるんだろ。一体どこにあるんだ。すごい汗かいたからさ。ああ、すぐそこ。あ、でもよ少年、その前にもう一汗かきてんだ。え、なんでだ。汗ならもう十分かいてるじゃないか。ま、無理にとは言わねえが、あの少年の師匠、実はさっき、なるほど、そう、吉祥殿が直々に立ち会いを申し出てくれる。お受けしよう、ベルクーリさん。よろしく頼むぜ。不器用なもんでな、手加減はできねえぜ。ディスチャージ。ジェネレーター契約されるディスチャージ。ダッフィン。ダッフィン。やるじゃねえか少年。これが聖豪騎士団を率いる騎士長の実力か。友情があんたを相手にして生き、今と同じで加減をしたつもりはねえよ。だがお前さんの剣はやっぱり師匠つ時を穿つ技を放つベルクーリさんに。そうか、お前さんの剣は誰よりも早く、そして強く、その技と速さには限界がない。進化しつつこの剣が最高司祭殿を打ち倒したっつうのも、氷協会がこうして変わって、変わったことが良かったのかどうかはまだわからないけどな。変化っつうのはそういうもんだろう。だが停滞の中にいた俺は、アリスの嬢ちゃんが俺の越えられなかった壁を越え、お前さんに心を開いたこと。アリスの真意は見てりゃわかる。あんたと剣を交えてからの。そうなのか、アリスはベルクーリさんのことをおじさまと呼んでる。俺には子供なんていたことねえからな、そんなご大層なもんにはなれねえよ。ただあの嬢ちゃん相手に対等に話せる相手ができたっつうの。なんだ、やっぱりお父さんみたいじゃない。おい、そいつは聞き捨てならねえな。まあ立ち話にも疲れちまったし、そろそろ温泉に向かう。そうだな。おじさま、キリト、やはりここにカラントがあったのですね。ご、おう、ファナティオニアリス、ちょうど報告に向かおう。そっちは大丈夫だったのか。はい、魔獣は私たち周辺を探索しましたが、カラントの姿がなかったのでこちらに移動し、それにしても、ああ、なんせ溶岩のせいでな。温泉なあ、ここの近くに。それで魔獣も片付いたし、俺たちは一風呂浴びてから帰ろうってことになったんだ。あら、そうなの。じゃあ私も一緒に入ろうかしら。え、ほら、私も汗をかいてしまったし。ん、おう、お前さんがいいってんならかも。ベルクーリさんもなんで否定しないんだよ。この状況どうしたらいいんだ。さっきから誰かの冷たい視線が刺さっている気がする。
そうですか。わかりました。おじさまはお疲れでしょうし、どうぞごゆっくり。副騎士長殿は、お麓の村への報告などがありますので。でも、温泉が…まったくお前は。だが、アリス、耳引っ張るなって。恥を知りなさい。お前、そんなにもファナティオ殿と弱みをしたいというのですか。そういうことじゃ。鼻の下を伸ばすなど言語道断。行きますよ。分かったから耳持つなって。行きますから。あらら、ほんの冗談のつもりだったのに。まったく、アリスちゃんは素直なんだから。冗談もほどほどにしてやらねえと、キリトの耳がいくつあっても足りねえぞ。まあ、対等に話せる関係でもあり、喧嘩するほど仲がいいってことか。きっとそうですね。笑いことじゃない。会議に間に合った。空いてる席のあそこだな。お、あれは隣の席いいかな。キリトでいいよ。じゃあよろしく。なんとなくだけど、雰囲気が少し優勝に似てる気がするの。そういえばレンリは、みんなちょっといいか。魔獣の討伐のため二人派遣したい。手が、そういうことなら俺が行こうかな。キリトか。よし。レンリー、もし空いてるなら一緒に。レンリー。いや、キリト、僕は。なんだ、やけにザ。いや、お前、さてレンリー。僕は。わかった。決まりだな。わかっ。ちょっとキリト、何してんのさ。キリト、とんで。何がだ。レンリッチのこと。あいつ全然戦っ。レンリッチ。ああ、レンリのことか。前にレンリッチと一緒だったことあるんだけど、一回も攻撃しな。本当に聖豪騎士って感じだったんだから。本当に何も知らないですね。騎士長のおっさんのことだから、キリト一人でも大丈夫だと判断して。せめて一緒に行く人の戦力くらい気にしたらどうですか。周りがざわついていたのはそのせいか。今からでも一緒に行く人。でも本人が行くと言っていたしな。キリトは気楽すぎだよ。まったく、どうなっても知りませんよ。よし、この辺りが獣の出没地域のはずだ。ところで、レンリのその武器、面白い形をしてるな。これは総翼陣だよ。投げて使う。投げて使う。ブーメラン？いや、なんでもない。レンリは聖豪騎士だから、それ、左と右の翼を失った2羽の身長が、互いの体をつなぎ合わせて飛ぶ姿だっていう伝。へえ、2羽の身長か。一心同体の相棒同士みたいな感じ。相棒。どうかした。いや、なんでもないよ。とにかくこの人気、それに比べ僕は。魔獣のお出ましだな。わかった。
やっぱり無理だ。レンリ、いつもこうなんだ。敵を前にするとなぜか足がすくんで動けなくなる。こうなると分かっていたのに。黙っていてごめん。そうだったのか。リネルとフィゼンの言った通りだったのか。となるとは、レンリー大丈夫だ、俺が行く。キリトは強いね。まあ、そのままの意味だよ。だから僕は聖号騎士なのに戦えないんだ。でも俺の誘いに乗っ、それは僕だってこのままは嫌だ。変わりたいんだ。詳しいことはわからない。キリト、レンリ、危ない。もう一体いたのか。いや、それよりレンリー、うん、総翼陣を投げたんだ。浅い傷しかつけられなかったみたいだ。あ、いや、十分だよ。ごめん、キリト。一人でやるしかないか。大丈夫だ、そんなこと思ってないから。とはいえ一人で練習、念のためあそこの岩陰で待機しながら。まだ分かった。畑から藁を少し借りてきた。これを敷けば岩場がふかふかのベッドに早変わりだ。キリトはどこででも寝られそう。ああ、よく言われるよ。ありがとう。なんでだろう。そうか。うん。他の聖号騎士の人と話しても劣等感を抱く必要なんてないさ。さっきの総翼陣の蹴れ味はすごかったぜ。いや、
だからこそ情けなくなるんだ。そのせいでアドミニストレーター様からも見限られて、失敗作の烙印を押され。そうだったのか。うん、総翼人の切れ味は本当に凄まじかったな。聖号騎士なだけあって、ただ気持ちの面でその力を発揮できてないんだな。それにしてもこの藁は本当にふかふかだな。本物のベッドのような寝心地で、この寝ているところごめん。あ、いや、こっちこそすまん。魔獣が一人で2体同時に相手するのは厳しい。レンリーか、無理だよ。さっきの僕を見たでしょ。キリトだってそう思うだろう。僕は役立たずのせい。来る。分かった、レンリーは戦わなく、うん、いや難しいな。片方の相手をしている間にもう。え、じゃあどうするの。いいかレンリー、よく聞いてた。知り合ってからまだ日は浅いかもしれないが、俺はレン友達。そうだ、俺の親友と雰囲気が似てる気がして。どうも他人には思い、レンリーからしたら勝手な話だろうけど。キリト、だからレンリー、今聖号騎士として戦わなくていい。友達として。さあ来い、俺が。やっぱり2体同時は厳しいな。早いとこ1体を倒さないと。くそ、まずい。このままだと失敗作の僕にできることは、戦うんじゃなくて守る。友達の背中を。レンリー、待たせてごめん。友達だと言ってくれて嬉しかった。待って。ああ、一緒に戦おう。
やったな、レン。いや、キリトのおかげだよ。レンリは自分で立ち上がったんだ。キリト。あ、まあ、なんだ。お互いに褒め合うのも照れくさいだけか。魔獣がまだいないか、もう少しだけ確認したら。うん。というわけで、レンリと協力して。そうか、二人ともご苦労だったな。これからもよろしく頼むぜ、レンリ。は、はい。今の話、レンリッチが戦ったって嘘でしょ。なんだお前ら、聞いてたのか。レンリが背中を守ってくれたから戦いやす。キリト、僕もだよ。へえ、ファナティオ様の時といい、キリトってつくづく。じゃあレンリッチにはこれからどんどん働いてもらわないとね。今までの分を取り返してもらいましょう。うん。そんじゃね。ではまた。あいつら好き勝手言いやがって。ありがとう。でもいいんだ。改めてキリト、キリトといると、今まであった欠落感が、自分に欠けているものは何なのか。レンリー。ああ、なくしたものは